第72回菊花賞は2011年10月23日に京都競馬場で施行された競馬競争である。オルフェーブルがサツキ賞、東京優勝に続き優勝し、クラシック3冠を達成した。2011年菊花賞、最後の直線に向かうオルフェーブル同年の競馬は3月11日に発生した東日本大震災の影響を受け、中山競馬場が 使用中止に追い込まれたため、札幌賞は東京競馬場の芝2000メートルで行われた。この札幌賞と東京優春を共に、オルフェーブルが制し、春の2冠を達成した。同馬は夏を順調に過ごし、トライアル競争である神戸新聞杯も解消。クラシック3冠が達成されるかに注目が集まった。他の有力馬には、東京優秀、神戸新聞杯で、オルフェーブルには、 破れたもののいずれも2着だったウィンバリアシオン、キサラギ賞ではオルフェーブルを破り、セントライト記念でも2着とまずまずの結果を残したト選センラー、そのセントライト記念でト選センラーなどを破り、重賞2勝目を挙げたフェイトフルー、ラジオ日経賞の勝ち馬で、ここまで4戦3勝のフレイルジャックなどが挙げられた。トライアルレースは、春の実績馬が上位を占め、 目立った上がり馬は見当たらなかった。フランスに遠征した中山内と左前急接部の痛みのために東京優秀を回避しその後の回復が遅れたダノンバラードの姿はなかったが、その他の有力馬は概ね出走した。スタートは横一線で、で遅れはなかった。スタート直後はサンビームが鼻を切ったが、一周目のスタンド前からフレイルジャックが先頭に立つ。 オルフェーブルは、コースタートを切り、やや行きたがる素振りも見せたが、その後抑えて、馬群の中断につけた。一方、ウィンバリアシオンは、馬群から離れた最高峰を追走した。向こう正面に入ると、ロッカベラーノが先頭を奪う。そして、2周目の坂を降りる頃からオルフェーブルがポジションを上げていき、直線に向くあたりで早くも先頭に並びかける。そこから一気に後続を突き放し、 最大で5から6馬身ほどの差をつける。最後は池添が手綱を抑える余裕を見せたが、レコードに0.1秒と迫る3分2秒8で、オルフェーブルが優勝。見事にクラシック3冠を達成した。ありがとうございます。